ソフトバンク、80億補強したけど借金です。中日よりヤバくないか？総年俸ダントツでこれって。広島とロッテコスパ良すぎるな。阪神広島ロッテはようやりすぎとる。コスパの悪い中日。中日より面白くないのは確か。でも福岡には米も水もあるから。お金かけるところ間違ってんか？お金あるからお金で解決するので知恵がないんか？すまん、高級な中日とか言うけど、SB はそんなに面白くないよね。監督が想定外のことしないしな。でも A クラスやん。まあもうすぐ落ちるんですけどね。4軍まであってこれとか、どんなギスギスした毎日やねん。補強育成がちってこれじゃ救いがないな。なんだかんだたっつん叩かれながらも若手は育ててるしな、SB は野手の高齢化がやばい。米が許された中日ドラ。おもろいのがこいつら全員機能してて負けてるんよな。変な商品買ったわけじゃないのに崩壊してるの謎すぎるわ。補強自体は成功してるからな。成功してるのに負けてるだけで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。